JA 共済って結局何なんですか？あ、簡単に言うとね、保証を提供してるんだよ。保証？保険じゃなくて？仕組みは同じなんだけど、みんなでお金を出し合ってもしものリスクに備えるんだ。あ、もちろん南だって入れるんだよ。え、寝てる？今日のおさらい。 JA 共済はもしものリスクに備える保証を提供。なるほど。それで JA 共済の保証って具体的には？人、家、車の3種類があるよ。人だけじゃないんだ。そう、怪我や病気、万が一のリスクに備えている人の保証だけじゃなくて、こう事故や災害、まあ、そういう家とか車の保証もある。こう人、家、車の総合保証でまるっと生活を支える、それが JA 共済なんだよ。何それ？家。あ、家。今日のおさらい。 JA 共済は人、家、車の3種類の保証を提供。保証。そういえば先輩ってライフアドバイザーとして働いてるよ。で、何する人？一人一人に合った保証を提供して安心をお届けするのはもちろん、まあ加入後も状況に応じて保証の見直しを提案したり、生活をいろんな面から一緒に考えて支えてるんだ。まあ人のリスクは日々変わっていくからね。南？日々変わるのです。私も。私？変わりました。今日のおさらい。ライフアドバイザーは保証を提供した後も生活に寄り添う。 OK。 いい。先輩、その保証って？これは医療共済って言うんだけど、怪我や病気の際の治療費や入院費に備えるんだ。病気ってもしかして？新型コロナウイルスも対象だよ。確かにかかってしまったら大変だけど、でもそんな時こそお金の心配をせず治療に専念してほしい。それが医療共済なんだ。今日はちゃんと話聞いてるんだ。大事な話なんだから当たり前でしょ。今日のおさらい。医療共済は新型コロナウイルスも保障対象。これがね、ここはこれがこう、こどうした？先輩、この保障って？それは備えるって言って、身近なリスクに備えるんだよ。身近なリスク？医療共済とどう違うの？お、いい質問するじゃん。医療共済っていうのは幅広く病気や怪我などを見据えてるのに対して、備えるっていうのは生活習慣病とかがんとか、まあ、三大疾病に重点的にこう備えられるんだよ。まあ生活習慣病って大人の病気だと思われがちだけど、こう若い頃から対処するのが大事なんだよな。ほら、俺らみたいに。僕？誰？僕、若くないんですけど。あの、もちろんあなたにもおすすめです。今日のおさらい。生活習慣病には備えるで、若いうちから備えるのが吉。先輩、この保証なんですけれども。先輩？はい。
先輩、その保証って？これは終身共済。万が一のことがあった時に共済金が支払われるんだ。じゃあ受け取るのは？残された家族に一時金が支払われる。そうやってもしものことがあっても大切な人を一生涯守り抜く、それが終身共済なんだ。これなんか聞いたことあるな。今日のおさらい。終身共済は共済金で大切な人を一生涯守り抜く。